今回はブロックに関してなんですけども、よく言われるのが素手子の場合ですよね。刃物に対して、ブロックする場合っていうのは、こう要は全ての部分をこう守るっていうことなんですけども、おそらくこれができるのはね、小型ナイフまでかなと自分は思ってます。つまりこうやってブロックして、できるだけこの部分で受けて、あとはなんとか脱出するっていうのが一般的な多分教えだと思うんですね。でもおそらくそれができるのは刃渡りの小さいナイフとか、小さめのちょっとペディナイフとか、あと、小さめの包丁までかなっていう気がします。それでもかなり大きいがすると思いますけども、いくらブロックしても刃物って貫通しちゃうんで、やっぱりなんとかこの硬い部分で受けろって言いますけども、なかなか難しいんじゃないかなっていうのが自分の考えです。中にはやっぱりその半身になって、そのなんとかその正中線の部分をかわしたいっていう部分があって、それだとはなんとか前手で止めるっていうのがありますけど、かえってその方がまだいいのかなって気はしますね。ただどちらにしてもこの内臓の部分を守りたいんで、ブロックっていうのはこれは仕方ないことなんですけども、ただもうそれが通じるのが小型ナイフまでかなと思ってます。それなぜかというとね、こういった大きなやつで思いっきり一つされちゃうと多分貫通しちゃうと思うんですよ。下手するとまっすぐ突かれるとこの部分を通り越して中に貫通しちゃうと思うんですよ。多分思いっきりグッてきた時に、これはサバイバルナイフでも一緒なんですけども、で特にね、こと横にされて思いっきり一つされちゃうとね、多分これ腕ごとね中にね食い込んでいっちゃうと思うんですね。だからね、なんて言ったらいいですかね、その逃げる気力すら奪われるぐらいのすごい衝撃があると思うんですよ。だから、ね、こういうのよく売れてるって言ってましたけど、その大きな苦難に入るまでの現代のその法治国家における真実においても、おそらくねこういった凶悪犯罪が出てくるんじゃないかなって自分は思ってます。つまり今までは包丁とか、ナイフなんかでやってたんですけども、そういったそれでも殺傷能力が高いのに、なおかつこういった殺傷能力の高いやつで襲ってくる凶悪犯罪者っていうのがねかなり増えるんじゃないかなっていうのは危惧してます。自分は実際売れてますん で売れてるんですけど、この前言ったように善の人間はこういうの持たないんですよ。善側の人間は持たないし、中にはその、鑑賞で好きだって言ってこうね飾っている人もいるんですけども、鑑賞用としている人もいますけども、本当にねやってやろうっていうね、機会があればやってやろうっていうような、そういった輩が持ってた場合、1本でも怖いのに、こういうの同じもの2本持たれて迫られたらもうねアウトですよね。だから現代においてはやっぱりサイレンスプレーっていうのは必須だと思ってます。大きな苦難でもサイレンスプレー使えますから、でも別に使えないことないんで、でも今のこの法治国家においては確かに持ってることがグレーゾーンであるっていうのは確かなんですけども、サイレンスプレーを持つってことはぜひお願いしたいと思います。この法治国家においてはその再現スプレーは法治国家においては自分は推奨しますね。本当にこれはもう何回も動画で言ってますけども、例えばこういったんで来られた時でも吹くことによって助かる可能性がありますんで、そういったことですね。だから腕でブロックすればいいんだっていう考え方はね、本当最後の最後でできたらもうね素手でさばかない、これはもう絶対です。もう刃物を持った相手に素手でかなうってことはないです。ということを覚え
っておいてください。まあちょっと久しぶりそういったちょっとあの法治国家におけるご真実ありましたけども、あの本当に刃物って怖いん でそれがね強力になればなるほどあのブロックするのってねもう無理ですよ。人間の力でこういうのブロックするのは無理なんで、ぜひサイエンスプレー、もう例えばもう一番強いポリスマグナム、ね、自分はセーバーですけども、まあ、ポリスマグナムを持つとか、そういうのが一番ベストかなと思いますね。そうすれば託される確率がね非常に高まりますので、まあ、ぜひお願いしたいなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。